画用紙で波のパーツをたくさん作りましょう。それを壁面に並べて海にします。パーツに分かれているので貼るのも片付けるのもとっても簡単です。用意するのは白を含め青系の色画用紙4枚です。真ん中で軽く折り目をつけたら手で1枚ずつ破ります。真ん中を少し破ったら画用紙の端の方を持ってこちらにやったりあちらにやったり波打つように破りましょう。2枚目からも同じように破ります。4枚とも破れたら白い画用紙に縦横縦と糊をつけます。その上に水色の画用紙を少しずらして貼ります。次からも縦横縦と糊をつけて少しずらして貼る。これを繰り返して出来上がりです。はじめに破った画用紙で2つ分できます。裏はこんな風になっています。これをたくさん作って並べていくと海の出来上がりです。波の中はポケットのようになっているのでここに船や魚などを差し込んで飾りましょう。